パコヘントことフランシスコヘントロペスはスペインサンタンデール県グアルニソ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは左ウィング。相性はパコ、カンタブリアのトップ現在はレアルマドリードの名誉会長を務める。現役時代、レアルマドリードにて1950から60年代にアルフレッド・ディステファノや フェレンツ・プスカシュラと共に6度チャンピオンズカップを制した。小柄であったが体が強く、卓越した瞬速を持つだけでなく、技術にも優れ、さらに左ウィングとしては、比較的高い得点能力も併せ持っていた。ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で82位に、国際サッカー歴史統計連盟の20世紀世界、最優秀選手では、 ジュスト・フォンテーヌと並んで30位に選出された。フリオ、アントニオという二人の弟もサッカー選手であり、レアル・マドリードでプレーしていたこともあったが、兄のフランシスコほどの成功は手にできなかった。老いである、フランシスコ・ジョレンテやその息子である、マルコス・ジョレンテもレアル・マドリードに所属した、サッカー選手である。ラーユ・カンタブリアなどで、ユース時代を過ごし、 1952から53シーズンにラシン・サンタンデールの選手としてプリメーラ・ディビシオンにデビューした。その翌シーズンにはレアル・マドリードと契約を結んだ。フェーノールト戦でプレーするヘント・レアル・マドリードではいずれも個人では単独での歴代最多記録となる12回のリーガ・イスパニョーラ優勝と6回の UEFA チャンピオンズカップ優勝、さらにパオロ・マルディーニと並んで 最多記録となる8回の UEFA チャンピオンズカップ決勝への出場を果たした。レアルマドリードではクラブ記録となる23個のタイトルを獲得した。1950年代にはアルフレッド・ディステファノらを擁した第一次黄金期の一員としてチャンピオンズカップ5連覇を達成。とりわけディステファノからの信頼は厚く、移籍直後はタクラブに レンタルされる予定だったヘントをレアルマドリードにとどまらせ、さらにプレイしやすいように、エクトルリアルの獲得もクラブに進言した。また、チャンピオンズカップ5連覇のうち最も苦労したと言われる、第3回大会決勝では、ディステファノのファイナルと呼ばれるほど小群奮闘し、疲弊しきったディステファノが延長時に、もう決められるのはお前しかいない、お前が決めろと話し、 その後ヘントが決勝点を奪って、クラブを優勝に導いたという逸話もある。1960年代中頃には、すっかり選手が入れ替わって、ピリ、アマンショアマロラ若手選手が多く、俗に、イエイエマドリードと呼ばれたチームにあって9シーズンの間キャプテンを務め、1966年に数年ぶりのチャンピオンズカップ優勝を果たした。 チャンピオンズカップでは1955年から1969年までの間に通算43試合に出場して5得点を挙げた。国内でもリーグ優勝を12回も経験したほか、長年にわたって数多くのタイトル獲得に貢献。シーズン2桁得点を10シーズン記録し、1965から66シーズンにはチーム得点王となった。また、 1955年にスペイン代表に初招集され、その後も長年活躍した。ワールドカップにも2度出場し、代表ギャップ数43は当時のスペイン最多出場記録だった。晩年は武器であるスピードが衰えて、なお強力な選手であり続けた。1971年に引退した後は監督業をはじめ、カスティージャ CF を率いた。 その後も1974年に CD カステリオン、1977年から1980年まで、パレンシア CF、1980から81シーズンにはグラナダ CF といくつかの株リーグのクラブで監督を歴任した。その後はヨーロッパにおけるレアルマドリードのアンバサダーという職を引き受けた。また1997年により、 スペインの一地方選抜チームであるカンタブリア州代表の監督も兼任した。2016年10月、ディステファノの公認として、レアルマドリードの名誉会長に就任した。一インターコンチネンタルカップ、ラテンカップ、UEFA チャンピオンズカップ、UEFA カップウィナーズカップ。ありがとうございます。